2月21日、水曜日深夜に放送された、11人組のグローバルボーイズグループ、上腕の白い悪気がメインパーソナリティを務めるラジオ番組、上腕のオールナイト日本 X、クロス、日本放送、毎週水曜24時から24時58分、に、週替わりパーソナリティとして佐藤圭吾鶴房シオンが出演。鶴房、いらなかったらしい。だから、 iPhone の箱はいらないかも。佐藤、じゃ、いらないですね。白井は、皆さん、捨てましょう。わら、佐藤と鶴房のアドバイスを聞いて、じゃあ、全部捨てよ。わら、とすっきりした様子だった白井は。この後も空き箱問題について話し合われ、佐藤が、よっぽどいいものじゃない限り、別に箱っていらないかもしれないですね。邪魔やもんな、とコメント。最後に白井はが、 じゃあ皆さんも気軽に捨てましょう。それで僕が捨ててみて、きつかったら言います。やっぱ、捨てない方がいいです。って報告します。と宣言。空き箱を捨て、生活に支障がないか実験してみるそうだ。